はいえー、本日は令和4年の7月21日でございます。まあ夏場のね、体のエイダまあどんな価格をつけているのかなと気になりつつ見ているんですけども、えー、現在ね、体のエイダが70円ジャストぐらいなんですが、1年間を振り返ってみると、こういうふうに右肩下がりになってるんですよね。昨年の7月、8月あたりは懐かしいですよね。史上最高値をつけて、 を350円に迫るんじゃないかなっていうところでまあ天井を作ってるわけなんですよでこっからね見る見るうちにどんどん価格を下げてきて一瞬お戻ってきたのかなと思ったんですよ残念ながら100円の水準を割って現在は70円にいますよっていうところになってますまあ1年間見てみるとねこういうふうにグーッと体の枝が値段下がってきたのが分かりますしまあ下がるってことはおそらく ここで決済した人もいるんでしょうね。300数十円で。で、250円くらいで決済した人もいるし、まあ、このあたりで決済した人もいるんでしょう。そういうふうな形で、法定通貨に変えるたびに、体の枝ってのは売られて、下がってきたということになります。ま、あだからどうってことはないんですけどね。こういうふうにたまには、1年間を振り返ってみようかなと思ったぐらいなんですけども。じゃあ、同じようにですね、別の通貨、例えばビットコインの1年を振り返ってみましょうか。 サビットコインの1年間ですけども、昨年8月ぐらいですかね、700数十万をつけたのは、ここなかなか暗号通貨市場全体が盛り上がっていって、今年中に1000万かっていうふうに考えたのが、ここなんですよ。今年中に1000万いくかなと。そしたら、なんてことはない。1000万どころか700万を維持することもできずに、600万円を割って、400万円を割って、えそして現在、300万円を割ったところからなんとかね、 復調してきてここに至るという感じでございます現在320円前後ですわあ半額ぐらいになっちゃいましたね、うん、体の枝がだいたい4分の1から1 5分の1という水準ですからビットコインはもう暗号通貨の中でもまだねメジャーで人気があって価格を半分に落とすにとどまっておりますけどもいやーどうなっちゃうんでしょうかねこれからねあの 金融緩和がだいぶあったのが昨年、それから一昨年ですけども、今年は徐々に引き上げとか、引き締めとか、利上げの方に向かってますんで、暗号通貨市場にお金がね、ドドカッと流れ込んでくることあんまりないのかなと思っちゃいますけども。じゃあ、もう一個、通貨見てみましょう。イーサリアムです。はい、イーサリアムはまた顕著ですね。イーサリアムはね、五十数万円をつけたのがここですよ。やっぱり昨年の8月ぐらいですか。そっから、 まあこういうふうな山をね一つ形成していきながら落ちていったわけですけども同じような形の山をここにも作ってますよねまあこれをフラクタル図形っていうんですよ同じような図形が続くことまあこういうふうな形で落ちていって今は次のフラクタル図形を作ろうとしているところではなかろうかというふうに思いますでこの間っていうのも似てるでしょこの間っていうのもまあこういうふうにねいろいろと理屈をつけながら図形に法則性を見出していこうかなと考えるのが テクニカルなんですけどもね。ただ暗号通貨にテクニカルってあんまり通用しないような気がするんですよ。まだまだね。まあけど言えるのは、当時、50数万円をつけて55万、60万円に行くんじゃないか。私は100万まで行くと思っていたんですが、今年中に100万いくかなと思ったのが差にあらず、どんどん値段を下げて、令和4年の7月20日にはですね、このあたり220万円ぐらいになっちゃいました。 まあこういうふうに眺めていって、これから先どうなるのかってことは FX と違って、なかなか暗号通貨ではね、解説することが難しいんですけども、なんとかならんかなと思いながら見てる日々でございます。皆さんはどのようにお感じでしょうかはい。暗号通貨、いろんな詐欺とか、それっぽいこと言う人がいますけども、まあ今私がね、暗号通貨これからこうなるよって言えないのは、ずーっとわからないままだからですよ。振り返ってみたらいろんな理由はつけれるんですけども、じゃあ、 暗号通貨のアナリストさんが言ったことが今まで当たりましたかって言ったら多分有名なサイトとかメールマガジンに書いてあること全部当たってないと思うんですよそのぐらい不確定要素でできてるのが暗号通貨です分かってのことを言う人にはご用心してくださいついていかない方がいいのかもしれませんねはいそれでは本日は以上ですありがとうございました